予報センターから台風の最新情報をお伝えします。まずは台風の予想進路からご覧ください。はい、台風15号ですけども、ローキー少し速度が上がりました。北東に30キロのスピードでですね、先ほどより5キロほど少し速度を速めて北東に進んでいます。中心付近の最大風速も50メートル変わらず、勢力としては変わっておりませんが、速度を上げながらこちら東海エリアの方に近づいております。今日の昼過ぎには三重県の南の沖合の方を進み、今日のだいたい午後3時頃に浜松周辺ですね、静岡から愛知県周辺に上陸する可能性が高く、その後、中部エリアを通過して関東の北を通ります。その後、今日、また日付が変わる頃にはですね、宮城県付近の方に、向かう見込みで、今後速度をどんどんと速めながら、1日でですね、この四国沖から、仙台を、通り過ぎるぐらいまで一気に駆け抜けるような形で本州を縦断し、その後北海道エリアを通過します。22日の夜にはオホーツク海に進むと見込んでおります。これから台風が通過する今日1日にかけてですね、広い範囲で暴風や強い雨が続く形になります。現在の雨の状況を見てみましょう。皆さんからの10分天気の報告を見てみますと、現在特に雨が強く降っておりますが、西日本で言いますと、この徳島から岡山、そして大阪、兵庫の方ですね、こちらの方でもかなり引き続き強い雨が降っております。また関留湖が気になります。この奈良県南部から和歌山県田辺市などですね、熊野川水系周辺の方でも発達した雨雲かかり続けています。関留湖の状態かなり満水に近い状態となっており、いつですね決壊してもおかしくない状態となっておりますので、今後も水位が続きますと溢れる可能性も出てきております。今後もこのエリアの方の雨ですけども、台風が通過するだいたいお昼過ぎぐらいまではですね、このような状態まだまだ継続する形になりますので、強い雨の降り方注意が必要となっていきます。そして今後の、そして一方ですね、関東エリアの方でも雨が強まってきております。ご覧のようにですね、こちら神奈川県から、そして関東の北部の方にも至るところですね、かなり雨の方、強い報告、ザーザーや豪雨の報告がこの時間になっても多く届くようになっております。雨雲レーダーで見てみますと、こちらをご覧ください。はい、雨雲レーダーの方を見てみますと、ちょうど前線のですね、付近で発生したこの雨雲がだんだんと北に広がりながらですね、次々と海上で発生しては関東付近に入り込むような状態となっています。この状態もですね、もうしばらく断続的に続く形になり、今後台風の接近と通過まではですね、このような状態が続くことになります。今後のこの雨のですね、中ですね、影響ですけども、こちらになりますね。はい、今後もこちら各地ですね、アンダーパスの、ね、冠水の、ね、する可能性もありますので、夜間の移動する場合、特に低いところ、また普段からも冠水するようなところは必ず付近に標識があるかと思います。まあ、そういったところはできる限り避けるようにしてください。また広範囲で道路が冠水しますと、車など立ち往生する可能性も高くなりますので、無理にですね、冠水した道路には入らないようにしてください。またその付近、よくマンホールの蓋などですね、下水などで、ね、雨水が逆流することで外れていることが多くなります。車がですね、その中に入りますと立ち往生することもありますし、歩行者その中に入りますとそれに吸い込まれてしまう可能性もありますので、また今現在暗くなってきておりますから、こうした冠水した場所はですね、明るいうちでもですね、歩くことは非常に危険ですので、近づくことのないようにしてください。また雨だけではありません。風もですね、これから東海から関東、そして東北エリアの方でも順次強まっていきます。また台風のスピードを加速しながらやってきてますので、急にいきなり強く吹くことになりますから、その場合ですね、こうしたカーブミラーなどのこうした標識、
そして、物置とかですね、よく倒れることもありますので、校舎付近、できるだけ近づかないようにしてください。また、この風のピークの時間帯中心にですね、こうしたバス停など普段でもね、倒れることのないようなね、重しを置いているものでも、倒れるぐらいの風が吹き荒れることになりますので、校舎付近、ちょうど、風のピークの時間帯には、出られることは非常に危険になります。また倒木の可能性もありますので、道路、車の運転する場合もですね、こうした時間帯はできる限り移動は控えるようにしてください。こちら飛来物にもですね、道路の状況が悪化して車などもね、通行支障をきたすような形になります。そして、この時間の今後のこれからのピークですけども、まず、雨ですけども、だいたい台風の、ちょうど進行方向のですね、前半部分に大きな雨雲が、控えておりますので、今後も台風の、接近通過に伴って雨も強まってくる形になります。ちょうど紀伊半島や近畿周辺の方では今日の朝方まで、大体これからあと6時間くらいですね、愛知県では今日の昼まで、そして静岡県から関東にかけては昼から夕方、そして東北の南部では今日の昼から明日の朝、東北北部も今夜から明日朝にかけて、北海道でも明日の午前中にかけてですね、この順次台風の接近と伴って雨の方は強まってまいります。ちなみに雨雲レーダーでですね、台風の雨雲の状況を見てみますと、台風の進行方向の前面にはまとまった雨雲ありますが、西側後半の部分には秋雨前線の雨雲を含めて、一気にですね、雨雲少なくなってくるような特徴がありますので、台風がこれから通過するまではですね、こうしたエリアに入るまでは、雨がですね、どんどんと、強く降るような形になりますので、通過するまではですね、油断が、することないようにしてください。そして、風の影響ですけども、でこの雨に伴う、被害の影響の予測ですけども、昨日、名古屋の方でも庄内川が氾濫しました。こうした状況がですね、まだまだ今日の雨の降り終わるまでは三重県から愛知県、静岡県にかけては河川の氾濫、浸水の恐れがあります。また台風から離れて秋雨前線の影響で雨の強く降りやすい東北のエリアの方でも河川の氾濫、そしてまた用水路などですね、小規模の小さい用水路などでも溢れるようなことがありますので、大きな河川だけでなく付近のですね、身近な用水路などにも注意を払うようにしてください。そして、続いて風のピークです。風は、雨ほどですね、影響時間が長くなります。四国では今日の早朝、あと 3,4 時間ですね。そして三重県から愛知県では今日の午前中いっぱい、静岡から関東では、今日の昼から、夜までとなりますので、終電の時間帯まで、場合によっては交通機関の、乱れる可能性があります。そして東北の方では21日、今日の今夜いっぱいですね、という形ですね、風の方もまだ影響時間はまだまだ長く続きます。そして一気に急に強まることになりますので注意が必要です。どれくらい強まるかといいますと、この紫色のエリア、だいたい平均に20メートル前後ということで、物が飛ばされたり、また高層のマンションやビルなどでは、その台風の風でですね、揺れるぐらいのですね、揺れを感じるくらいの強い風になります。そうした場合、バイクが倒れたり倒木などね、先ほどもお伝えしましたような飛来物だけでなく、硬いものとですね、看板など標識などでも、ね、倒れるような風になりますので注意が必要です。またこうした赤いエリアと紫色のエリアでは、こうした飛来物などによってですね、電線が切れてしまったり、電線そのものも切れてしまうなどですね、停電の可能性もありますので、こうしたオール電化のご家庭も含めてですね、こちら、停電対策も必要となってきます。で最後にもう一度ですね、台風の進路と現在の状況を確認しましょう。台風15号ローキーですけども、四国の南の海上を少しずつ速度を速めながら北東に進んでいます。時速30キロと先ほどに少しスピードが上がりました。今後も北東に進みながら速度を上げて、今日の昼過ぎ、だいたい午後3時くらいには、静岡から愛知県のですね、浜松を中心としたエリアに上陸する可能性があります。
さらに速度を速めて東北エリアを縦断していきます。今後も河川の増水だけではなく大雨による土砂崩れなどもですね、可能性もあります。また、関留湖周辺の、和歌山や奈良の方ですけども、今後もですね、かなり雨量がまとまるのはちょうどこれからになります。現在も降っておりますが、台風が最も接近するちょうど午前6時から9時にかけてですね、コンピューターのシミュレーションでもこのエリアにはかなりの、まとまった雨、台風本体の雨雲をもたらす、かなりの量の、雨量が見込まれますので、この状態明日の午前中まではですね、かなり、関留湖から溢れて、それは決壊する可能性もありますから、必ず、近づかないようにしてください。はい、今後もですね、台風15号の最新情報は随時お伝えできます。以上、予報センターから台風15号の情報をお伝えしました。
皆さんこんばんは。9月20日火曜日のソライブトワイライトは沢田みなみがお送りしました。ありがとうございました。今日は3連休お休み明けの初日ということで、なかなかちょっとこの雨模様の中で通勤された方にとっては辛い朝にはなったと思いますが、トワイライトはこの後のモーニングからちょっと M スケール2でお送りしていったんですけれども、トワイライトは、M1、M スケール1ということで皆さんと一緒に目を覚ましていきました。今朝はですね、朝からだいぶガラッと体感が変わりまして、こちら幕張でも肌寒いような朝になっていました。私も前日は蒸し暑かったんですけれども、その蒸し暑い時と同じ服装で朝出かけてしまったので、半袖ではちょっと肌寒いなって思うような朝だったんですけれども、北海道ではもう一桁の朝を迎えたところもあったみたいで、コートが必要な寒さですよね。そうなると、暖房にも手が届くような寒さになったのかなと思うんですけれども、空ボタンでも今朝は日の出見えましたかという質問ではなく体感について聞いていきました。秋雨前線によって体感がガラッと、秋雨前線によって北と南で体感が変わってくるっていう見解だったんですけれども、本当にその様子がはっきりと分かってきて、今日は北陸や西日本の日本海側でもひんやりを通り越して寒いという結果が出てきていたので、逆に九州の南部はまだ暑いですという声もいただいていましたし、前線によってこの時期体感が違うんだなっていう様子がかなり分かりました。最近咳をしていたり鼻水が出ていたりと風邪をひいている人の様子がよく目立ってきていますが、皆さんは大丈夫でしょうか。ちょっと季節の変わり目ということで風邪ひきやすい時期ではあるんですけれども、暖かい格好をしてちょっと栄養をつけて睡眠をよくとって、風邪はひかないようにしっかりと体調管理気をつけていただきたいと思います。それではこの後また数時間後にモーニングでお会いしましょう。皆さん今日はありがとうございました。おやすみなさい。皆さんこんばんは。9月20日火曜日のサライブモーニングが終わりました。ありがとうございました。今日は木田さんとお送りしていきましたが、今日のモーニングの時間から M スケール2でお届けいたしました。3連休明けの通勤ということで、雨が強く降っているエリアではこれからどんどん被害が出てくるだろうということで、いつもより早いタイミングではありますが M スケール2とさせていただきました。モーニングの時間では九州南部そして近畿東海エリアで強く雨が降っていましたね。特に兵庫県淡路島の方ではかなり強い雨、ゴーッといった雨がずっと降り続いている状態でしたね。そしてモーニングの時間に和歌山県の祖谷市、田辺市の祖谷地区、せきとめ湖なんですが満水に達しました。これからまだこの雨が降り続くようであればもう満水になってますからね、もう溢れ出てくると思います。このせきとめ湖の決壊する可能性もありますからね、十分そのエリアの周りの方は気をつけていただきたいと思います。それでは引き続き台風の動きに注意して、お過ごしいただきたいと思います。おやすみなさい。サンシャイン3時間お付き合いありがとうございました。まあ、ソライブサンシャインといってもですね、今日は M スケール2での番組、お届けだったので構成はもうほとんど変わって、通常のサンシャインのコーナーというのは
まあ、あの空読みとかありましたけど、普通のですね M1 のちょっと楽しいやつは一個もなかったわけなんですけども、うん、まあ、その分ですねしっかりと、まあ、この時間サンシャインの時間は兵庫県、そして徐々に愛知県の雨もちょっと強くなってきたというところだったので、しっかり情報をお届けしていきましたが、皆さんこの時間になってどうでしょうか。なんか大きな被害とか出てませんか。この関東はですね、明日も今日ですね、今日の夜から、強い雨が心配ということで、またですね引き続きこういう状態でのスライブになるとは思うんですけども、しっかりと大切なことですね、人命に関わることなんかも本当に気象でも関わってきますから、そういうところもお伝えしているので、お時間のある限りですね、許す限りお付き合いくだされば嬉しいです。水曜日平日ですけど、お仕事予定の方もいらっしゃると思いますけども、朝もですねしっかりと通勤していただくために、3時間後ですねまたスライブトワイライトで皆さんに天気をお伝えしていこうと思います。最新情報をしっかりと確認して、そして安全に過ごして、台風が過ぎたらまた楽しくいろんなコーナーやっていきましょう。ということで、お付き合いありがとうございました。ソライブコーヒータイム、お疲れ様でした。今日はですねソライブ24、朝6時から M2 体制ということで、ソライブコーヒータイムも黄色い帯 M2 で3時間お伝えしました。台風、大雨、そして交通の最新情報、このあたりをですねもう随時お伝えしていったという3時間になりました。そしてあのサポーターの方もですね、特にあの名古屋周辺、が強く降っていたという時間帯でもあったので、実際にですねどういった降り方をしているのか電話をつないでお聞きしました。かなりあの2000年の東海豪雨に似ているような猛烈な降り方をしているということだったんですね。すでにこう冠水のリポート、川が増水しているリポートが続々と届いているといったような状況を、このコーヒータイムの中でも刻々とですね変化していく様子をお伝えすることができたと思います。そしてこの時間ですね、さらに台風は北東へと進んで、つまり陸地へ少しずつ近づいてきている時間帯だというふうに思うんですね。このあと明日にかけて台風は日本列島に上陸し、そしてスピードを上げて東北へと抜けていくというようなコースが予想されています。この後もですね引き続き大雨や中心付近が近づいてくると暴風、この辺りに厳重に警戒をしていただければなというふうに思います。この後もソライブ24では最新の情報を皆さんのリポートとともにですねお伝えしていければというふうに思います。ソライブコーヒータイム、今日は台風、大雨、交通の最新情報を中心にお送りしました。お疲れ様でした。こんばんは。ソライブサンセットの振り返りをしていきます。今日は M スケール2ということで、スタートの時間から終わる時までしっかりと大雨の情報をお伝えしました。特にサンセットの中で変化が大きかったのは東海の名古屋でしたね。続々と13時過ぎですね、まさに始まって、サンセットちょうど中間あたりかな、14時になってきたら続々とですね冠水、土砂災害、あとはもう駅が水没しているリポートとか、もう衝撃的なリポートって言ったらいいのかもしれないですね。私もなかなか今まで目にしたことのないような水害のリポートが多く届き始めてしまっていて、まあ、自分でも少しこう恐怖感、見ていてどうやってこれは撮っているのかなって思うぐらいの恐怖感も覚えましたけれども、まあ、皆さんがすごくこう危機感を持って今回の台風に現在に努めてこれから行ければいいなと思いながらお伝えしてました。今もきっと雨続いているエリア多いと思うんですけれども、不安な夜をこれから迎えていく方、日に日に場所は変わっていきますが、近畿、東海、関東、東北ですね、
たっと南側、そして上陸の可能性もあるということですので、実際どういう動きをするのか、そして上陸もしした場合はどういうふうに変化していくのかなども、まだまだ予測しきれないところはありますよね。だからこそ皆さんは起きた状況だけの確認じゃなくて、今後を予測してほしいんです。想定するというふうに言ったらいいのかもしれませんが、地震とは違って台風は進路だったりとか、どのぐらいの強さかっていうのはきっと皆さんも今日の例えば近畿や東海の方のリポートで分かりいただいていると思うので、私も含めてしっかり台風対策を今日のうち明日の午前中、実際に自分のエリアに来るまでに、済ませておきたい、心をかけておきたいとは思いました。お電話もつながしていただいて、愛知の森山区の方だったんですが、河川の氾濫による避難勧告指示が出ている状況ではあるものの、自分のエリアは高台で少し離れているためということで、周りの状況落ち着いた口調で、ね、詳しくお伝えいただきました。皆さんの方がこう落ち着いてるなっていうぐらいの感覚でしたが、もちろん安全に気をつけていただいて、また明日、今度は台風の上陸だったりとか、もう通過っていうのを今度は追いかける形になると思いますので、引き続き明日もよろしくお願いします。それではお気をつけてください。おやすみなさい。こんばんは。ソライブイブニングの振り返りです。今日はイブニングですね、台風の情報を中心にお伝えしてきました。そして台風の情報もなんですけれども、台風による影響という点でですね、交通への影響をしっかりとお伝えできたのではないかなと思いました。道路、鉄道、航空と、今夜から明日にかけて大きく影響が出てくるということでですね、私番組中お話ししていたんですけれども、やはりですね、減災ウィーク9月1日からですね行っていた11日間だったんですけれども、このことがですね、やはりこう頭をめぐってですね、帰宅できない際はどうすればいいのか、まずはしっかりと情報をシェアすること、そしてその情報を皆さんと考えていくことが大切だなと思って、今日は番組進めていったんですけれども、今日もですね番組に参加してくださる方多くいてですね、この場を中心にですね、この災害を減らしていくという発想はもちろんですけれども、災害が起こった際ですね、交通への備えという点、そしてこの台風への備え、引き続き考えていければと思います。私もですね、今夜から明日のこれご覧になっている時間帯はもう翌日ですもんね、翌日の私もですね、今日この後ですね、数時間後に台風の中継に行っていきたいと思います。明日もですね、台風の位置そして進路をですね、しっかりと皆さんにお伝えできればと思います。予報センターとともに解析して、そして今後の備えということで皆さんと情報をシェアしていければと思います。今日はですね、ソライブイブニング2時間お付き合いいただきましてありがとうございました。この後もですね、雨による体感の変化などに体調崩されないように暖かくしてお休みになっていただければと思います。それでは良い夜をお過ごしください。おやすみなさい。こんばんは。9月20日火曜日のソライブムーンは山田さんがお伝えいたしました。さて、9月20日はですね、台風15号の影響を受けて東海の方では激しい雨降りました。関西の方でも降りましたね。影響も出てきました。そして番組の中では岐阜県の方にお電話させていただいて、東海豪雨のようなそんな雨の降り方をしていたというふうにおっしゃっていました。その雨ですね、今日日付が変わって9月21日は関東の方にもその雨雲流れ込んできそうです。台風の影響を大きく受けて交通機関にも影響が出てきます。十分に注意するようにしてください。台風への備え、そして台風の進路もこまめに
情報を確認するようにしてください。それではおやすみなさい。
ウェザーリポートで作られるウェザーニュースのニュースを振り返ってみましょう。台風15号ロウキーと秋雨前線の影響で20日火曜日は台風本体が近づく前から各地で激しい雨となり、道路の冠水や河川の増水など多くの被害が出ました。午前中のリポートから振り返っていきましょう。兵庫県淡路市の真心さんからは、豪雨と満潮が重なり大洪水、町中は家も車も浸かり、ここ淡路市も避難勧告命令発令ですとリポートをいただきました。他にも兵庫県多可町のまこっちゃんさん、大阪市西淀川区のピクルスさん、
宮崎県都城市のにゃんこ大好きさん。名古屋市緑区のスクルドさん。高知県安芸市の流れ星さん。さらに先日の台風12号の影響による紀伊半島南部の関留湖は朝8時の時点で満水になりました。いつ決壊してもおかしくない状態なので、ウェザーニュースの携帯サイトはもちろん、自治体からの情報をしっかりと確認してください。午後になり激しい雨のエリアはだんだん東へ。特に愛知県では2000年に発生した東海豪雨に迫る勢いとなりました。名古屋市中区の伏見駅よりトティーナンさんからは、地下鉄に降りる階段が滝のようになっています。我が社は社員に帰宅命令を出しましたとリポートをいただきました。他にも名古屋市北区のスノースターさん、名古屋市港区のみなくんさん、愛知県扶桑町のハッピストさん、愛知県犬山市の笠さん、名古屋市中村区のカムパネルさん、三愛知県に限らず西日本の各地で大雨による被害が続出しています。これからさらに台風15号の影響は広がる予想なので、最新の台風情報のほか、先ほどもお伝えしましたが、自治体からの避難情報も必ずこまめに確認してください。最後に皆さんから届いた台風15号の備えのリポートを紹介します。埼玉県久喜市のメダカさんからは、風が静かな今のうちに竿やすだれなど飛ばされやすいものを片しました。台風に備え早めに準備しましょうとリポートをいただきました。他にも神奈川県横須賀市のランさん、千葉県館山市のターサンさん、皆さんの家の庭やベランダに飛ばされやすいものまだ残っていませんか？もうすでに暗くなってしまっていますので、これから台風対策を行う方は無理のない範囲で行うようにしてください。台風15号はこの後スピードを速めて日本周へ近づいてきます。今からでもできること、ウェザーニュースには台風メールや崖崩れアラーム、減災リポートマップなど、台風による被害を少しでも減らすためのコンテンツがたくさんあります。登録がまだの方はぜひご活用ください。それではおやすみなさい。